はい、どうもです。こんばんは。6周年の情報が出ました。皆さんいかがでしたでしょうか。6周年からですね、数値チェックのバフの基準値をですね、少し引き上げようというところで、50% から 60% にしていきます。本日は主には、50から60になった時に、強い弱いの基準っていうのはどのぐらいになるのかなっていうのを解説していきます。あと合わせてですね、ヒューガくんとか翼くんの情報出てましたので、チムスキ77にしたらどうなるのかなとか、計画に540威力のシュートつけたら若林抜けるのかな抜けないのかなみたいな、現状分かってる情報でちょっとみんな知りたいだろうなっていうところは今日ちょっと触れようかなと思っております。早速なんですけども、今まず翼くんの、数値チェックの表を表示しております。でこれが普段僕が使ってるですね、バフ 50% チム付き75の状態になってまして、翼くんとかだとドリブル316,000でワンツー使えば327,000で、ワンツーだったら結構ご利用し効くよねといったような感じのことを言ってたりするかなと思います。でシュートに関しては38万なんで強いですよねみたいな。で守備に関しても278,000、パスカットも277,000あるんで読み勝ったら取れますよねみたいな話をしてるのかなと思うんですけども、この辺がですね、まずバフ 60% になるとどのぐらい上がるのかというのを見ておきます。でこちら数値 60% にするとですね、だいたい2万ぐらい上がります。例えばこのドリブルの数値見てもらうと、316,000から335,000、大体336,000ぐらいまで上がってますね。なんで、バフ 10% で約2万ぐらい上昇しますよというところをまず覚えていただければなと思います。これはシュートとかも同様ですね。38万だったところが405,000になってますといったようなところです。もちろん技威力であったりとか、特技の上がり幅、こういうところが大きくは影響はしているので、一概に全部が2万っていうわけではないんですけども、だいたい2万ぐらい、上昇するような形になります。で、基準値に関してはいろいろまとめたので、そちらを見ていくんですけども、今までですね、まずドリブルパスっていう項目に関して読み勝てば抜けるレベルって言ってたのは、だいたい27万ぐらい、バフ 50% で27万ぐらいあれば読み勝てばだいたい33万ぐらい出るんですよね。そうすると抜けるよねといったような感じの話をしてました。それがバフ 60% にしていくと29万ぐらいが読み勝てば抜けるんじゃないですかっていう話になってくると思います。でご利用しできるレベルっていうのは基本的に32万を超えていれば読み勝たなくてもですねご利用しできるというような判定にしてましたけども、こちらに関してもバフ 60% だった場合は34万ぐらいになってくるかなと思います。なんで例えばですけど、今回出たフェスのロベルトとかの話で言うと、バフ 50% の状態でゾーン最大値だと35万あったんですよね。なんで、そういう意味で基準を大幅に超えてたので、これはよっぽどご利用せるよねといったような感じの、言い方になってたという感じです。なんでロベルトの数値とかだと35万だったのが、37万ぐらい出てるということになってくるんで、それもすごいよねといった感じですね。でシュートに関しては、めっちゃ強いっていうのは基本的にはキーパーとかその一番強いシューターを基準にはしてるんですけども、バフ 50% で40万ですね、例えばヘルナンデスの、ライサンキラー乗った時とかが40万ぐらいで、若林のフォワードキラー乗った時は39万後半ぐらいという感じだったんで、40万出てると、だいぶ強いですよという感じになってます。でシューターで言えばマーガスの高浮とかが、その辺に該当してたというところですね。でこれがバフ 60% になると42万ぐらいのところになってきます。で大体強いって言ってるのは、フェスコレ系のキャラクターで37万後半から、翼くんとかだと38万ぐらいといったところですね。これがバフ 60% だと40万ぐらいというところの基準になってきます。この辺は本当にキーパー基準というか、強いキーパーが出てそれを抜けるかどうかというところを判定にしているので、今後キーパーが強くなると、また基準も変わってくるかなと思われます。でタックルパスカットですね。タックルパスカットに関しては、守備の方が基本的になんかこのゲーム不利なんですよね。オフェンスの方が強いというか、そういう感じになっておりまして、読み勝てば大体取れるレベルというところで27万ぐらいは置いてます。なので翼くんとかミカエルとか、その辺は27万ぐらいのタックルパスカット出せるので、基本的には読み勝ったら取るよねといったようなところになります。で、ほぼご利用しレベルですね。守備側でご利用せるって最近結構少なくなってるんですけども、ほぼご利用しレベルっていうので、バフ 50% の時に34万ぐらい出てくれば、オフェンスの時は32万にしてたんですけど、守備だと34万ぐらい出てくれば、取れるのかなといったようなところになってます。最近で言うと、オワイランのドリコレとか、この辺が OMF のキラーが乗ってくると、33万中盤から後半ぐらい出てくるので、
ので、まあ、その辺がバフ60パーになると36万ぐらい出てくるというところになってます。でブロックですね、まあ、ブロックもあのほぼご利用しレベルってところに関してはこの34万以上とか出てると、まあ、あのブロックしておけば取れちゃうとか全然起きてくるかなっていう判定にはしてるんですけど、ブロックで読みシュートに対して読み勝った場合ですね、これはシュートのこの辺の数値を基準にしてます。で今で言うと34万ぐらいのブロック値が出てると読み勝った時に、まあ、大体40万を超えるぐらいの、 あの数値が出てくるので、その辺を基準にしてます。でこれがですねバフ 60% になると2万上がって36万といった感じです。まあ、なんで36万出てれば読み勝って42万ぐらい出るので、まあ、マーガスとかにも対抗できるブロックという感じで判定してます。はい、まあ、この辺がですね今回の基準値更新の話というところで、まあ、今後の6周年で出てくるキャラクターたちに関してはバフ 60% でやっていきますので、まあ、普段ねあの32万でご利用しレベルって言ってたところが34万に変わりますよといったところなので、まあ、この辺ご注意いただければなと思います。続きましてですねまあ、チムスキが上がるとチムスキとバフの関係値みたいなところを少し、ね、見てみようかなと思います。まあ、今回6周年の情報で翼くんとヒューガくんにはチムスキが 26% になるという要素がありました。なので例えばチムスキ77になるとどんぐらい上がるのかなというところで見ていきたいんですけども、チムスキ77にすると、うん、まあ微増といったようなところですかね。まあ、例えば 60% チムスキ75の時にワンツーすると34万7千っていう数値が翼くん出てます。これに対して77になってくると35万1千ですね、まあ、4千ぐらい上がりましたというところですかね。でそこに対して、まあ、ただ絆が低かったじゃないですか。絆が 2% じゃあ下がったらどうなるのかといったようなところなんですけど、34万7千という感じで、まあ行ってこい、またはあのバフ値によってはですね、あのチムスキー上げるよりもバフ上げた方があの強いというパターンは全然起きてくるかなと思います。まあ、今バフ60のチムスキー70なんでここの数値の差があんまりないんですけれども、まあ、例えばデバフとかあのバフ値が低いパターンですよね。そういう時は低いものがちょっと上がった方が、高いものがちょっと上がるよりもあの上がり幅って大きいですから、まあ、そういった意味で、まあ、現状はまだチムスキの方が数値高いので、バフを上げた方がお得といったようなところは言えるのかなと思っております。で、もう一つですね、ヒューガ君のシュートが540出ましたというところも簡単に見ておきたいと思うんですけども、ヒューガ君、バフ 60%、オフェンスフォーメですね。チムスケ75にして、ヒューガ君に540威力つけてあげると41万6千という数値が出ております。これに対してですね、若林を基準に見ていきたいと思うんですけども、フォワードキラーが乗って42万ですね。なので、まあ、かなり差としては縮まったかなと思います。まあ、ただ相手がフィジカル方面入ってる場合においてはあのまだ超えれてないという感じです。なんでコブなりホットラインなり、まあ、この辺が必要になってくるのかなといったところですね。で加えて若林側が例えば同バフのチムスキは77にしてきてましたってなると、若林5000ぐらいさらに数値上がりますから、まあその、まあ、何とも言えないですけども、75のバフ60のヒューガの540シュートっていうのと77チムスキの若林っていうところだと、やっぱり若林が結構優勢出しやすいという状況はあんまり変わってないのかなと思われます。まあ、チムスキが同じ状況であればフィジカル褒め分ぐらいの差にはなっているといったところですね。フィジカル褒めの 10% 外すと若林41万3千になってて、でヒューガ君に関しましては41万6千が出てるので、あの褒め次第で逆転できるような差のところまでは来てますという感じですね。まあ、なんで今回の540威力のシュートをもちろんドリコレにつけてあげるっていうのは非常に、まあ、強いのかなというふうには思います。はい、というところで、6周年前にですね、少し数値チェックの基準に関して説明させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、少し、まあ、凸の要素とかも変わってくるので、限界突破のさせ方とか必要な要素とかっていうのも加えてですねやっていこうかなと思うんですけれども、まあ、6周年当日に関しては、まあ、自分がそもそも忙しいっていうのもあるんですけども、いろいろ考えながら作る部分も出てくるので、まあ、そんなすぐは出てこないと思うんですよね。動画がそんなすぐには作れないと思うんですけども、まあ、この辺は、まあ、次の日なりぐらいまでには、まあ、出せるようにはしていこうかなと思ってますので、お待ちいただければなと思います。ぜひ数値チェックも参考にしていただいてですね、ガチャ狙っていただければなというふうに思います。いつもご視聴ありがとうございます。ね、少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。